2012年、何年前ですね、今。ああ、大丈夫だ、編集じゃないわ。それが言いながら、すみません、メンバーの方、お名前は進藤美代さん。進藤美代さんね、素敵な方だからインタビューしちゃおう。年は聞けませんからね、大丈夫ですから。東北地方行ったことあります、はい、東北地方、はい、震災の後、はい、ました。はい、いろんな現場もご覧になりました。そうです ね、 ね、はい、この人たちも今は頑張ってらっしゃいますが、大変ですもん ね、 ですね。どれくらい大変だか見てきました。はい、あ、やっぱりあの普段の生活の中で の、 あのご不自由さとかそういうのももうあまりの、うん、本当にすごさに、うん、しました。そうですよね、はい、もう私はあのお話を伺ってるだけで現実には見てないんですけれども、実際に行かれるとね、目の当たりに見るとやっぱり大変だってことか。そうですね、本当に何もなかったので、うん、何もなくなっていたので、うん、あの震災前は伺ったことなかったんですけども、はいはい、ですからその前 の、うん、あの街の状態っていうのは知らないんですけれども。そうですね、うん、でもあの本当に根こそぎ何もなくなっていたので。そうなんです、はい、私もあの気仙沼で仕事で何回か行ったことがあって、震災の前に。で震災の後に行ったらあの 漁協もあれも何も何もなくなっちゃってましたもん。そうです、そういう状態がね、はい、あちこちにあるわけですもんね。船は陸に上がってましたもん。あのテレビの報道しか見ないんですけども、実際に現地に行ってみるとね、大変なことがいっぱいあるんだと思うんですが、そんな中で演奏なさって皆さんを力づけていらしたわけですけども、やっぱり反応はいいですか。あ、皆さんにとっても元気でした。うん、もう本当にあのもう頑張って生きてるぞっていうのが、だから演奏をね、うん、ギターね、聴いていただくのに行ったんですけども、逆に励まされてくれる。よくそう言いますよ。そうそう、あの私のお笑いの仲間も向こうへ行って現地で笑って現地で聞いてんだけども、逆に自分たちが励まされて帰ってるって方多かったです。そうです ね、 ね、すごく喜んでくださって乗せられました。ですからね、あの普段の我々はこちらの離れたところにいるけれども、日常生活の中で何か折に触れてね、向こうの人たちのことを忘れないでいようと。そうです ね、 ね、今日も、うん、あの朝からあの今日ちゃんと一日だなと思って、うんうん、あの何回か行かせていただいたので、あの時にお会いした方、今どうされてるかな、お元気でいるかなってことを思いを馳せながら、うん、はい、もう思いました。はい、あのすいません、突然でね、お話を伺って、演奏する人に話を伺ってどうするんだって言われて、バツナギですね。ね、バツナギですね、大変助かっております。であの最初からね、ずっとあのいらっしゃる方はあの眼鏡かけたひげのおじさんはこの音響の人かなと思ってたんじゃないかな。そうじゃないんですけど、舞台のね、全部ちょっとあの仕切りをやってくださってる勝地秀夫さんというジャズミュージシャンでございます。そうそう、ちょっとあのこれからねコマーシャルやりましょう。はいはい、ちょっと待ってください。3月の16日でしたね、金曜日。中野小中野芸能小劇場、すいません、お昼の1時半から1時から入場ですけども、あの皆さんの演奏がございますので、お昼のコンサート、皆さんお時間ありましたらぜひお出かけ。私も行こうと思ったら残念ながらその日はラジオの収録で行けないんですけど、申し訳ございません。ぜひ皆さんのお手元にチラシが参りますので、よろしかったらお出かけください。さあ、準備の方整いましたか。はい、それでは勝地秀夫と、グリーンアンサンブルの皆さんの演奏でお楽しみいただきたいと思います。なかなか、はい、さん、まあ、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。大丈夫ですか、ちょっと大きい声で。アンサンブルグリーンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。また随分来させていただいて、榎本さんにも来していただいて、顔出していただいて、うるさかったら言ってくださいね、すぐ音量下げますからね。だから野方のウィズでもクリスマスコンサートや、あ、いろいろな定期的なコンサート、で最近はあのちょうど震災であった、2011年の3月ですね、その直前にあの中野芸能小劇場でコンサートを始めたところ で、 でもう向きになってチャリティーとか、あの毎月やったり、どういうあの持ってって被災地の方に楽器を送ったり、いろいろそれからしました。石巻っていうところですね、楽器屋さんのお手伝いしたり、床塗ったりね、壁の隙間が塞いだり、もう泊まったところもすごいところで、実際
床あの何1階全部浸水したところだったり、その2階に泊まってて、もしもう1回来たらどうするんだろうなみたいなところに泊まったり、しました。でもまあいろんな思いがあって、まあ、しばらく去年は丸く行けなかったので、今年はなんとか、ちょっと入ったビッグバンドとかもあるんですけど、そういうところで行ってるん で、でこの間も2月11日にちょっとメンバーと一緒に、そういうチャリティーのコンサート、もうすでに1回もこれで1回やめるということで、まあ、今年ね、またこれも1回ファイナルということですけども、またでも何か違う形で続けて、皆さんも白川とかね、物買ったりとか、今日も朝とかテレビとかラジオとか昨日もからやってましたけど、僕の言ってた気仙沼なんかでもやっぱりちょっと復興景気で、なんか皆さんお客さん来てたんだけど、バーッと今いなくて、お酒が売れないとか何がダメだとか、本当に知り合えた人が大変だなというふうに思ってますので、お買い物とか、あるいは何でしたっけ、ふるさと納税、そういう形でも何でもいいと思うんですね。支援できたら、手を忘れないってことが、そう、忘れないと報告っていうのがやってましたけど、そういうことでね、リメンバーって言ってますが、いきたいと思います。じゃあ東北のためにちょっと演奏してきた、ちょっと仮説とかの時には本当私一人とダンサーとかでやった時もあるんですが、演奏した曲、日本語の歌詞をつけたりしました。ダニーボーイね、遠くに送った子供を思う歌です。お送りしたいと思います。
を思って夜明けに涙流す引っ張り刺す海の青さよ呼び返れ愛を命忘れないでね、皆さんもそうだと思いますが、応援していきたいと思います、ね、日本中でいろんな災害がありますので、それこそ明日はね、我が身でもあるわけだし、お互いに助け合って、一番の上高田っていうところで商店街やってるんですけど、上高田、荒役姉妹ね、でそこでも芋煮会とかやってるんですけど、これってなんか炊き出しの練習だねみたいなことをみんなでね作るんで、だからそういうことも思いながらですね、できるようにいろいろ、あるいは AED とかね、あるいは救急の講座を受けるとか、あんまり僕もしてないですけど、うちに AED が実は商店街であるんですけどね、本当に起きたらどうしようかと思ったりもしますが、できるように頑張りたいと思いますね。一回だけ講習を受けましたね。皆さんも頑張りましょう。でここ野方はアーリブルットっていう、まあ、障害者アートのね展示したりして、いろいろ作ったりやってますよね。会長一生懸命やってるんですが、で僕らもそういう障害者アートでたまたま出会って、あすごいなとか思って、みんなが本当に集まって、今の舞台じゃないですけど集まって、実は賑やかにやってるんですね、書いたりして、まあ、一人で僕がやってるけど、でそこでできたパンゲアワルツって、パンゲアって昔大陸がくっついて、超大陸、パンゲア大陸ってね、お産同様してる、アメリカ大陸と南アメリカ大陸とヨーロッパ、アフリカがくっついて一つになってたんでね、そういう形に似てますよね、こうやって合わせるとね、 で分かれてこうなったんだっていうね、そういう説ですね。そのパンゲアルームでできた曲をお送りしたいと思います。障害者アートに送ってますが、まあ、自分たちの元気のためにもあります。ちょっと楽しい曲なんで、ワルツなんでね、チャ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 、ちょっと難しいですかね、みんなも歩くのワルツは難しいよね、チャ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 、お送りします。願いをやる。もうその場を見せて。
はちょっと結構動揺してしまいます。しまいました。日本語のつけたら分かんないです。ごめんね、ありがとうね。あのね、ピノキオの話だからね、いたずらばっかりしててね、木図になりそうになった時に燃えちゃってね、いろんないたずらしてたからね。で、あのいい子になりますみたいな、女神様が現れて、なら人間にしてあげましょうって、その話でしたね。本当はコオロギみたいな、この後ミオさんが歌ってくれるんですが、その前に僕じゃあサニーサイドオブザストリートっていうね、明るい表通りで、これもあのやっぱり遠く行った時に元気出す、まあ中野もそうですけど、いろんなことがあってね、ちょっと元気がなくなっちゃった時あると思いますが、元気出しましょうという曲でございます。よろしくお願いいたします。大丈夫、うるさくない、大丈夫。
朝でも心にほっとこず幸せのメロディーが響く鳥を歩けばいつも笑顔に会える君と歌う自由が僕にもあるはずポケットに一円もなくても気分は動くぜ黄金が足についてくる I used to walk in the street with the blues on my But I'm not afraid This over goes over If I never have a cent I reach a rock and roll Gold dust at my feet on the sunny On the sunny On the sunnyどんどん行きたいと思います。どんどんちょっとまだ寒いんですけど、そろそろね桜も始めたかなという感じ。夏の曲なんですよかったら撮ってください。